どうも皆さん、マルチミカホームに所属しているクロと申します。ちょっと重たいぞ。タイミングじゃれということで、コルビティモーダーフェアツやっていきたいと思います。さあ、ちょっとゲームが重たい。まともにゲームができるかわからないぞ。さあ、ということで今回はなんとちょっと前に出た、痛いこちらの M13、 あのね、 MW の頃のアサルトライフルを使ってドミノ社やってきたと思うビビったわ。すげえ死んだと思って今で、この M13 は確かね、 DM ゾーンで、やばい、死んだわ。ないのか。 DMZ で特定の場所に行かないと、特定の場所に行き、かつその特定の場所にいるボスをが持ってるんだよね。で、クリスポーカーで、そのボスが持ってるもんで、それを回収して逃げてこなければいけないというやつをやらないとゲットいけないと。そう、あだナイファーだ。そうなので、ちょっとマルチだけじゃできないっていう、解除できないっていうあれがあるんだよね。あいたー、全然気づかないけど。そうだから、ちょっとね、なかなか難点なところなんだけど、俺は DM ゾーンやってない。うんお金で解決しました。はい。なので、なんか変なこうエフェクトとかついてるけど、すごいね、意外な。おおそう、本当にね、なんか燃えるようなエフェクトついてるけど、個人的にはいらないんだよね。えい。お疲れ。当たったけど、ナイス。危ねえ。これは俺 B の守護神になる。危ない、 V トル出なかった。死んだ俺。くそ、マジか。あれ待って、俺も V トリ出たかと思ったら出てない。嘘。くそ、マジか。欲張ったわ、欲張った。
げろ逃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 え、ちょっとどころじゃない、かなりまずいよ。ナイス。ブラボーを確保した。え？落ち着いてよ、落ち着いて。アルファを取られるぞ。誰か目標のラリーを確保する。これね、届け。目標を確保した。確保開始。敵がアルファにいる。ぶね。危ない。ナイスか。やれ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 。ナイスナイスナイス。オッケー、ラスマシゲン。マジ V 取れてね。あと2キルなのに。マジ V 取れてない。目標ブラボーを確保する。アルファを取られるぞ。ちょ、マジかよ。マジかよ。アルファを失った。敵にチャーリーを取られた。目標アルファを確保する。頼んだ。え、ちょ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 、頼む、上取ってよ。と敵がブラボーを撃った。えい、何してんの、もうこのとこで。危ねえ。チャーリーを確保する。敵は目標を2つ占拠した。チャーリーを確保する。えい、うわ、よいしょ。ちょっと音するね。フフフフフつって。危ねえ。鼻がかい、鼻がかい。よし、どう。おお、よし、それ。落ち着いていこう、落ち着いていこう。確実に一つ一つ丁寧に取っていこう。いいぞ。あと俺が行く、俺が行く、俺が行く。これ死んだわ俺。マジか、くそ、マジか。ナイス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 すぎる。それはブラボーを失った。何してたの、その子で。チャーリーを取られるぞ。死んでる。俺だ。目標ブラボーを確保する。キャキャキャ。とは？目標チャーリーを奪われた。取り戻せ。くちゃ。えい。やばーい。
開けたけど、あ、なんか。いや、くそ。まあ見てるよね。弾がなかったのを全然見てなかったけど、勝った。はい、よかった。はい、ということでご視聴ありがとうございました。今回は M13 を使ってドミネーションやってきました。前のシーズンの、新武器として今回使って、出たものですね。で、使いたい方はね、お金を使って解決をするか、ディムゾーンに行ってね、ボスを倒して、回収して帰ってくる。ってやれば使えると思います。それではまた次回もお楽しみに。バイバイ。